ーの、やっほー、あみです。みゆです。はいはい、ということで今回は最近多分携帯自体のアップデートがされて、アップデートができるようになって、うん、新しい機能がいろいろ増えたじゃん、うん、でそれで最近あみが友達から教えてもらったやつなんだけど、うん、ホーム画がすごい可愛くできるアプリがあるっていうのを知ってね、うん、そう、あとその携帯自体の機能にも入ってるので、なんか例えば検索の Google とかを大きく出せたり、ホーム画の編集が可愛くできるようになったらしくて、でそれをなんかやり始めたら止まらなくてね。あみ、そういうのセンスあるよ。いや違う、みゆないよ。違う、センスがあるわけじゃなくて、そういうのをやり始めたら本当に止まらなくて、でそれをなんか、まあ、知ってる子は多いかもしれないけど、ぜひ知らない子に紹介したいなと思って、今日はそれをやり方を紹介する動画をしたいと思います。はいはい、それでは早速いくよ。ということで、現在のみたちの状況を見せる、ね、とりあえず現在のあみたちの状況がこちらですね。みはもう1ページです。あみは3ページ作ってて、まあ基本あみのホーム画はここね、右に左に行くと、ちょっとこれはなんか正直あみもよくわかんない。見せたで、まあ設定はまあよく使うから1個で出しといて、あとこの上の雲はなんかちょっとやってみたかった。どうなるかやってみたかったっていう。じゃあ多分下にお花咲かせた方がいいと思う。ああ、まあそれは後でやるしかない、ね、今のが2ページ目で、次このホームの左に行くとこんな感じですね。まあこれも、まあ、よく使うアプリと、あと写真を2個入れてるって感じなんだけど、でみゆは1ページなんだけどこんな感じ。まあシンプルに、うん、そうみゆのこだわったとこ見つけた、うん、こだわったとこはこの下のね、ホーム、あー下のところをちゃんと、これが右から LINE、インスタ、写真なんだけど、まあ自分で場所覚えてるからさ、もう使い慣れてるから別に変わっててもわかるから、これを変えてちょっと雰囲気を、うん、全体的にね、雰囲気を出してみました。はい、こんな感じです。じゃあまずこのアプリ、そう、このアプリめっちゃすごくてね、うん、そう、なんかこのさ最初に出した画面あんじゃん、これの大きい、まあ基本全部この 4×2 のこの長方形も、この 2×2 の正方形もこのアプリから出してるんだけど、カレンダーとかはもうアプリにこれがあって、背景色と文字の色を自分で好きなの選んで、あとデザイン選んでこれを押すともうポンって入るんだよね、うんうん、そうで、そのやり方が、じゃ1個作ってみますね。で、はい、やり方としてはこれみあみに教えてもらったんだけどね、まずアプリを押します。一番上のやつがスモールっていうので、 2×2 の4つ分のスペースにホームに置けるやつができて、次がホームが 4×2 の8個分のスペースにできる、これが次で、ラージはもう画面半分、 4×4 のもうめちゃめちゃでかいやつを入れれるやつなんだけど、でこのあみとみゆがやってんのはこの真ん中のミディアムっていうサイズの 4×2 のところにカレンダーを入れてるんだけど、そのやり方はまずこれね、増やしまして、押します。で、こちら、押します。はい。そしたらもう、これ、スタイル選ぶみたいな感じでね、出てくるから、これを選ぶの、まず。これがいい。これ、うん、これがいいということなので、これを押します。これはなんか、時間が入ってたり、カレンダーだけだったり、そう、あと時間とカレンダーが入ってたり、曜日が入ってたりっていうのも全部自分で選べるから、そこは自分が好きなのでできる。はい。で、フォントを選びます。あ、もう、一択。それ、これ。これ、うん、はい、カラーはどうされますか？字の文字はホワイトで、でこちらバックカラー、淡いのが好きなみたちにとってこの辺よね。いやそれね、ピンクとか可愛いんじゃない？ピンク、うん、これでもう一つ自分オリジナルのものができました。そうで、これを右上のセーブってボタンでセーブします。はい、ホーム画に置くためにはこのホーム画を一回長押しして、でプラスマークを押します、左上のね。
で、この下の中からこのウィジェットスミスっていうアプリを押して、はい、で、その中からさっき作ったサイズのミディアムを選択します。で、追加って押すとほらもうこうやって出てくるから、はい、出てきました。で、自分が好きな位置に置くだけっていうこういう感じですね。え、可愛くないっていう。可愛いね、可愛くない？すでにそう、こうやっていろんなのを作ってカスタムしていくんだけど、アミは写真を結構入れてて、写真はお次写真の入れ方ですね。じゃあ次は、じゃあ一番小さいサイズ 2×2 の4個サイズのやつをホームに置きたくて、それを作ります。はい、さっきみたいに、さっきと同じように新しいやつを作って印していきます。写真はこのスタイルのとこからフォトを押しましてセレクトです。こちらだとして、こちらですね、はい、写真を選択して、はい、これを一回閉じますね。閉じて、で、写真のところにもう一回押してセーブ。はい、セーブしました。そしたらさっきと同じように、で、これで入りますね。はい、で、こんな感じでこうやって写真も入れられるって感じですね。はい、で、こんな感じでこれを凝っていくと本当に多分すごい可愛いのができると思うのね、うん、ちょっとアミもそんなにセンスがないんで参考にまでなるか分かんないけど、まあ、やり方としてはこんな感じです。で、あともう一つちょっと紹介したいのがあって、写真とかさっき入れたじゃん、それが、これはみゆが言ってたんだけど、時間帯で変わるっていうのができるのね、うん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 、設定で。そう、それがすごくて、だから12時から3時までこの写真、3時から6時までこの写真みたいな感じで、本当にすごくない？勝手に変わってくれるのね、ホームが、うん、めっちゃ楽しいやんって思って。そう、みゆはお気に入りだからもうこれでいいのけど、なんか何枚もお気に入りやって選べないみたいな、多分みゆも探し出したらキリがないから多分そうなると思うんだけど、うん、そうなった時時間帯で変わったら楽しくないっていう、楽しい、そうっていうのもあるから、ぜひみんなやってみてほしいなって思って、うん。あとそうだ、このあともう一つが、このアプリじゃなくて普通に携帯に元から入ってる機能で、そうショートカットっていうアプリを使うんだけど、なんかこの LINE とかのアイコンが変えれるっていうやつなんだけど、で、それはショートカットっていうアプリで、ショートカットキーの使い方なんだけど、まずこのショートカットのアプリを開きます。からプラスアクション、スクリプティンを押して、ここからアップを開きます。で、ここで選択して、で、一つアプリを選択して、これをショートカット名を例えばで完了で、ホームに追加を押して、ここの写真を選びます。自分が好きな画像を選択して、で、この名前もね、自分で好きなように変えられるから、で、これを追加します。そうするとこれが勝手にホームに追加されるから、これをさっきのところのやつと置き換えるだけで、で、これはあの他のところにね、あの例えばまとめてしまっとくとかしとけば、これにも置き換えられます。そう、こんな感じで、あのアイコンも全部変えられるから、一つ一つ、そうだから自分が好きな画像とか、そうこうやって見るみたいに分かる人は、これはもうショートカットキーの中に入ってるやつなの。あ、そうなんだ。そうって感じで、そうアイコンとかも全部変えられるから、もうなんか遊び放題だよね。間違いない、ぜひやってみてほしいと思います。はい、はい、ごめんなさい、なんか参考になったか分かんないですけどこんな感じでみたちのホーム画を作りました。はい、ちょっとでも使ってみたいなって思ってくれたら高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとミュウでした。バイバーイ。